はですね、ちょっと紹介したい方がいますので紹介します。もう安田とはもうとんでもなく長い付き合いなんですが、このカートのこのチームのオーナーです。ヒロテックスレーシングのオーナーです。はい、安田です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの全体のこの育成の趣旨とか、あとインパルとこう組んでこれからどうやっていきたいとか、ちょっと喋ってもらいたいなと思ってます。はい、そうですね、自分もまあ昔、GT500 でチームインパルさんに所属してたんですけど、まあその時にも、まあ星野さんのお父さんにいろいろと育ててもらったんですけど、まあ自分も結構こう若手育成が結構好き でカートも結構いろいろやってることも、まあもともと普段から仲良くさせていただいてるんですけど、まあやってるのを知ってもらってて、でまあ自分がプロレーサーになる子たちを育成するっていう趣旨で、まあちょっとインパルさんとも一緒にできないですかっていうことを相談したんですけど、まあ引き受けてもらって、はい、でこれからのモータースポーツのためにもいい選手を。すごいんですよ、安田って本当に、なんていうのかな、もう安田出身のカートチームとかも安田が育てたそのドライバーとか、今も本当に四輪業界でそのトップ走ってる、もっと言ったら F1 で今走ってる角田選手だって安田のところで走ってたりね、まあはい、そうそう、だからもう本当いろんなね、子が安田の卒業生なのよ。だから本当にね、なんていうの、若手育成本当素晴らしい、その四輪業界に貢献してるし、なんていうんだろう、今年からインパルもそのまだ僕は初心者ですけどカート界、一緒に携われたらなと思って、若手育成ねやっていきたいなと思ってます。はいはい、まあ車のそのカートのレースで速くだけになるんじゃなくて、まあもちろん僕学歴もいいんですけど、その人間性含めてその成長させないといけないと思ってるんで、まあその辺ちょっといろいろね、怖い先輩からご指導いただきながら厳しく教育していこうと思ってますんで、はい、インパル、ヒロテックスレーシングウィズインパル、はい、これから皆さん応援してください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ヒロテックスレーシングウィズインパルドライバーの北中和樹くんです。よろしくお願いします。去年の24時間のチーム和樹の中の一人です。今日頑張ってね、カートで世界一目指して頑張ってるんで、今これからどんどんレーシングドライバー、プロのレーシングドライバーに向けて今頑張ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、硬いすごいゲストを紹介します。加藤泰斗くんです。もう加藤はもうね、もう誰もが今四輪業界でもう本当噂になってるというか、もうとんでもない若いのがいると、もうね、カート界でもう無双してて、で今はねホンダの育成でこれからフランス F4 だっけ、はいはい、今年から行くんですけど、まあ、あとはもう安田のこのチームでね、ドライバーのアドバイザーとか、まあ、全体のアドバイザーもしてくれてて、もう本当ねすごいんですよ。もう絶対皆さん覚えておいてください。もう近い将来もう本当にすぐ F1 乗る逸材なんで、じゃあちょっと自己紹介してみようか。はい、はい、まあ、紹介がありました、加藤泰斗です。はい、2年前に安田さんのチームに、入って、まあ、去年、HRS の、ホンダレーシングスクールのスカラシップを首席で獲得しました。はい、で今年はフランスに行って、まあ、F4 を戦うんですけど、まあ、夢の F1 ドライバーになるために、まあ、第一歩だと思ってるんで、まずはチャンピオンしっかり取って結果を残して、後輩たちにもいい姿を見せれるように頑張っております。もう本当ね、若い時のなんていうの、もう自信に満ち溢れてる感じが、もう若い時のその僕すごいイギリスでもお世話になったんだけど、たくまさんそっくりなんだよね、雰囲気が。やっぱりそのでもしっかりこの礼儀正しくて、もうなんていうのかな、本当素晴らしい人間だしこのまま順調にいってね、はい、頑張ります。はい、もうそしたら俺加藤知り合いなんだぜって言えるからさ全開魂を、うん、はい、そう、全開魂見せてくれよ、うん、はい、頑張っていってほしいと思います。じゃあ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、これ今からレースだと思うんですけど、はい、意気込みを聞いてもいいですか。まあ、まずローリングで引かずに強くいって、まあ、レースで頑張って抜かれないようにみんな抜いて終わりたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。
と思ってからが勝負なんで、そこから頑張る、うん、でも自分の力以上に無理やり出そうとしてたんですよ。でも結局苦しいと思ってからそこから頑張れるかどうか、そこの自分の限界を超えていくかどうかが勝負なんです。だからもううわ苦しい、もうちょっときついなと思ってもそこからもう歯食いしばって頑張る、うん、頑張れ、はい、続きましてこの2人紹介していきます。ヒロテックスレーシングの、エース2人です。紹介してあげて、はい、まあ、あのポノスヒロテックスレーシングで、まあ、活動してるんですけど、まあ、1人澤田龍生くん、あの決勝ポールポジションからスタートします。でもう1人は、横山明人くんで、彼も2番手スタートから、決勝走ります。で、まあ、2人ともすごく才能あるんで、まあ、大事に育てたいんですけど、今日の決勝前の意気込みをちょっと言ってもらいます。絶対に優勝します。おー、いいね、はい、まあ、流星といいバトルをして優勝したいです。はい、まあ2人で、まあ、どちらが勝つかわからないんですけど、精一杯戦ってほしいと思います。応援してあげてください。ケイシ君も行ってきて、頑張ってよ、カズキ、おい、カズキ、頼むね。
じゃん最初の第4章頑張ったよ。優勝しました。はい、じゃあ優勝コメント言って。めっちゃ嬉しいです。優勝できて、このウィンスタ、どう？いや本当にね、すごかった。ただ多分複雑な気持ちだと思うけど、本当にレース運転一番上手だったし、本当にね、いいレースだった。次も頑張ってね、これから、見てるから頑張ってください。はい、ありがとう。はい、じゃあというわけですね、今回は、北中和樹がですね、ジュニアマックスのレース出るということで応援に来ました。1日レース予選ヒート、それから決勝ヒートと終わって、どうでしたか、純粋な感想は。まあ、スタートはかなり決まって、まあ、体力がたくさんあれば、そのいい順位のまま終われたんですけど、まだちょっと体力がなくて、後半で3、4台抜かれて、あまり良くない結果で終わりました。はい、でもね、課題だった、良かったよ、すごく。タイヤのウォームアップ、レース序盤にこうなかなか自分のウォームアップもタイヤのウォームアップもこうなかなか最初はいけなかったけど、決勝はそれができて、スタートからガンガン抜けて、最初7位走ったんだもんな、最初の。すごかった。だからそこはもう成果としてすごく結果として出たから、あとはもう本当たくさん練習で走って体力つけて、次はもっとやり返そう。うん、応援してるから。はい、ありがとうございました。お父さんどうですか、社長。いえいえ、まあ今日ね、初めてのジュニアマックスということで、まあ、正直最下位走るかなとは思ってたんですけどね、まあ、それもかなりの成長は見れたんで、また次につなげて頑張っていきたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それとコメント、いろいろじゃんじゃん募集しておりますの で、そんなコメントの中でまたね、企画とかあったらじゃんじゃんやりたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。